いや、一個すごい困ってることがあって、アップルウォッチを最近ずっとつけてないんだけど、なんかこうつけてない理由が、あの本当に やらかしたんだけど、あのアップルウォッチでこうさ、やスイカピッピって乗ってたのね。だからスイカに乗ってる、あ、そのスイカでそのピッてして入ったのに電源切れたの。一応その出るとき出れなかったから、まあ、駅員さんに事情説明して出たんだけど、なんかそれ以降アップルウォッチをどうしたらいいか分かんなくて、多分さや、だからもうこれ多分何ヶ月も入ったままやばいんだよね。何ヶ月もなんか電車に入ったままのアップルウォッチ、やばいよね。あるあるだよね多分これ。うん、ずっと駅に住んでる人になってる。駅員さんに言えばリセットしてくれる。そうなの。だからちょっとなんとかしたいなって思って。可愛いアップルウォッチ。やっぱり1年放置したことある。1年放置しても大丈夫だった？でももう割と3ヶ月ぐらいさえも放置してる。勇気出して改札行くか明日。いや、なんかそのタイミングでなんか定期券欲しくなって、定期券を買ったから、なんかこのそのアップルウォッチ用のスイカは定期券じゃなかったからあんま使わないんだよねっていう謎のスイカ何個も持ってるから、延滞料金とかかかるかなって思ってちょっと不安だった。よかった、全くかかんないならよかったよ。